This program is the Network of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Will. Moecat TV.おはようございます、ヤローです。今日は14日、いやもうあと2週間っすよ今年も。はい、早っ。びっくりするね、毎年言ってんだろうけど、洗ってほしいね、毎年12月の実践を多分毎回同じこと言ってるから。早いね。もう12月よっつって、月のね、3回くらいは絶対言ってる。もう月中かっつっていつも言ってる。今日は、キコーナー見かけて、キコーナータウン見かけて、キコーナータウン、タウン、うん、何かしら呼んでくれるね、ちょいちょいね、キコーナーさん。ね、誰でもいいんだろうね。誰でもいいのか、うん、見かけたよね、よくツイッターで見かける。あ、そう、うん、誰々が言ってます。やってんだか、やってるやってる。そうなの。じゃあそんなうぞうむぞうのうちの一人でいい。そうそうそう、うぞうむぞうの呼ばれた一人の回です、今日は。はい選んでくれてね、選んでくれてありがとう。久々だな、ブスロン。いいのが入ってます。あー、録音機でいいの。はい、あれ100倍だもんな。なんかダラダラするっぽいね、うん、かなり。いや、しょうがないっちゃしょうがないんだろうけどね。何言いましょうかね。いや、まあ何でもいいんだけど、あのね、最近 G1 も楽しいよって話。ああ、G1 楽しいよね。うん、面白いね。なんだろう、で、ここは出玉ランキングみたいなのも出してて、Bワールドに。で、結構ね、ギルティが上位に食い込んだりして。意外と、意外と意外と。なんとかね。なんでもいいね。なんでもいいね。結果なんでもいい。パチンコも打ちたいな。シンフォギアのアマ打ちたいな。ああ、アマフォギア。アマフォギア。さてと、ポテト、テレレ、テレレ。いいね、それ。いいですね。それいいね。いいやろう。あと10分。2018年で流行る。もうちょっとやろ。ゴンチャロフ。ゴンチャロフ。ゴンチャロフの謎よ。何なんだ、何屋さんなんだろう。なんかお菓子屋さんっぽくないで。まあまあまあ、パッと思いつくのはそこよね。ここでゴンチャロ調べてみます。ゴンチャロ調べました結果、ゴンチャロ不正か。あー、やっぱお菓子ピンポンでございます。うん、まあこういうやつだよね。ザゴンチャロ、ゴンチャロ聞いたことないからさ、あんな方々初めて見たから。てん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 、ゴンゴンゴンチャロ。いや、終わった終わった終わった。いやよ。ごめん、無理だった。うわ最高日。終わった。おそらく最高日。終わったな。俺にかまずいけ。おはようございます、お願いします。おはようございます、お願いします。スロット無理やね。まあ可能性があるとしたらここやけど、埋まるやろうな。
リバイよ、なりは痛くけど今回は正解が分かるらしい、右左中って押すと、はい、その中図柄に止まる図柄で正解はこれでしたっていうのが、あーなるほど、はい、おお早い、なりばほら、わーすごい、計43ゲーム、あのねピンチ目がね今までと違うから、さあ見せてもらおう、 85% の力、早速ピンチ目これ、はい、え OK、 I want you I need you I love you I love you、 こういうのがあります、なるほどなるほど、素晴らしい、リノじゃないところってまあまあ長いことやって100枚ぐらいしかだから、ちなみに今、パネフラしたんですよ、ああ、あの設定いいほどってやつだね、いや、まあ、設定変更時はあ、そっかみたいなのあるんで、1だと 50%、 2で 43、 3から6は 37、 下がっていくっすね、こう設定ほど、あ、パネフラする確率が、はい、まあ、朝1設定変更時は、はい、ダメやん、まあそうっすね、1の要素が一番強いところを引いたってです、あれ落ちてる、ああ、いや、もうなんかもうもうした、おい、あ、こういうのもあるんだ、わあ、いいね、
場だから。あ、冗談じゃねこれ。イエス。そういうのもあった。229ゲーム上水な。ダメだって。これでしょ。ダメダメダメ。あ、いかんいかん。いいね、第3弾もあるんだ。ビタで、ビタでバーが揃う。
これね、これは結局何、ここがヤクマロの抽選、上と下で分かれてる、だここが200分の1ってことだね。だここから入ってここに入ってこうに入ったのの5分の1。そう、なるほど。まあ打ってみましょう。というわけで、CR クジラックス、どうする？もう俺はなんか当たり外れで楽
うごこれ満発出せる。それ満発はちょっと難しいから当たった。マジ。さすがライト。わあ、なんか変なあれが。ほら。おお。何それ。
投資が8500円、はい、800枚と8000発、解消解消券3万円返済4万円、はい来た、これ年内に100切る完全に計画通り、今日の負け分が返ってきた。 OK プラマイゼロボートも込みで OK、まあでもパチンコ、あ、パチスロそれなりに戦える感じだったな。良さげやったよ。うん、だから稼働がやっぱりね、稼働すごいね。良すぎるね。ただやっぱ全然戦えるなっていう印象は。いやいや悪くないよ、うん。悪くなかったよ。あのパチンコもラインナップがいいね。うん、幅広い。変化とか。え、上手かったな今日。アマホギアがやっぱよう出たの。アマホギアよう出た。あれ。すごかった。クジラッキーが出なかった。クジラッキー出なかった。あれ弱か、 85% でしょ、うん、弱か、でもトマトスルーしたね。まあね、まあ一緒弱かいや、リナきついねけど、リナはあの、違うよ、枚数少ないとかボーナス中が遅いのはもう俺はもうしょうがないと思ってるからいいんだけど、ピンチ目に弱い。そうね、俺ツーリナぐらい耐えてくれるんかと思ったんよ。いやでもやっぱね、もうね、しょうがないよね。まあだからいかにだもんね、いかにだ、転落スペックよね、あれ言ったら。いやまあ、まあ、でもほらどうしても原稿があるからね、そこに比べるとやっぱそう見えちゃうよ ね、 うね。まあでもああいう6号機でも全然楽しめるなっていうのは、まあまあ打つよ。いかに47分の1より先に10分の1を引くかだもんな、あれは。そういうことだもんな、ね、まあでも告知が面白い、多彩なのは面白いです。いいよね、うん。
俺あれ嫌いじゃないよ。いやだからね、山里のノーマルは面白いんだよね。そうだね。そう。カップある。コーヒーのカップ。そう。あと30分。せめて振動ない。ないから。じゃあ、気をそらすために、心理テストします。おお、いいね、いいね。そういうのいいですね。バカですね。あなたは、今、湖に来ています。ちょっと待って、もう、おしっこ、匂いを促す。湖の時点で。にょーっと、にょっと、いや、出そうとかならないですよ。出ない。笑うのはやっぱ良くないね。力が入んないからね。そういう匂いを促さない心理テスト。匂いを促さない心理テスト。心理テストって調べるわ。インターネットだよ。インターネットで調べるわ。いいよな、何でもいいよ。気をさせてもらう。休み時間に最適心理テスト10選&面白クイズ。いいね。あなたがすぐに思い浮かぶ男子、かっこ女子を思い浮かべて。ちょっと待って、本当に学校向けじゃん。厨房、厨房。違う、厨房。34だから。ああ、じゃあ分かった。あなたの前に花が咲いています。はいはいはい。何本咲いている？ああ、花が咲いてる。ああ、数えきれないこれ。いっぱいいっぱい。その答えから導き出されるのはこれ。あなたが人生で付き合う人の数。数えきれないもんいっぱい。そうなりてえよ。ハーレム。なりてえよ。ああ、じゃあはい、次いきますね。あなたはテストで0点を取ってしまいました。それを友達に見られてしまいました。その時なんて言う？加えて100点とかってボケる。100点ってボケる。ボケる。それから導き出される答えは、はい、あなたが彼女とキスをしてる時に言うセリフ。100点してる時に100点って嘘。さすがなめ太郎さん。前歯なめ太郎。前歯なめ太郎さん。100点って言うんだ。ぽいぽい。ぽいね。なめ太郎っぽい。なめ太郎っぽい。すげえな。すげえな、心理テスト。当たってるな。それだから、ね、答え見らずに自分もやり。あ、じゃあ俺もやろうか。オッケー。あなたが公園で一人でベンチに座っていると一匹の犬が寄ってきました。それを見てあなたはなんて言う？俺、おいでーとか、おいでーって言う。ワンって言う。ワンって言う。その答えは、あなたが恋人から思われていること。俺ワンって思われてんの。ワンって俺思われて、お花畑みたいないっぱいの女泣いてキスして100点って言うんだ。トイレあるよ。あ、頭が突っ込め。早く、ゴミも捨てて。あー、センキュー。串カツのオレオって何ですか？串カツオレオを串カツ、お菓子の、串カツオレオ。じゃあ行こう。3つやっていこう。チーズ。お疲れ様でした。おはようございます。じゃあ電波終わらない。つけてみます。オレオ、オレオ、オレオ。しかも半分だから、それも。そうそう。オレオのあげたやつ。1個目に食うやつがなかったんだよ。最後の方面白いね。流行るね、心理テスト。ありますね、流行るね。負けて
こんな面白いことする、これだけで番組できそうな気がするそのバッグ、ああそうですあなたに水がかかりました、それは体のどこですか。俺もバッシャーのイメージ、頭から腕肩全身、それはあなたが自信を持っているパーツです。全部全部らしいぜ、全部自信あるらしいぜ、恥ずかしい、それグラビア撮るあれ自信満々じゃん。あなたは年老いた自分の夢を見ました。夢の中で誰かと口喧嘩をしていました。その誰かとは誰ですか。年老いた自分の夢で喧嘩してたの。あこれ内容さん口喧嘩なんやろ。そうっすよ、口喧嘩ね。なんかでも俺自分の家族だったね。親父、俺の親父、俺がじじいなのにそれよりもっと年上のじじいだった。親父なのかな、多分。友達、その思いつく友達ぐらいですかね。それはあなたが一番大切にしてる。気持ち悪い。全身好きなやつが俺のこと好きとか言ってんだけど気持ち悪い。きちい。自分だけ愛しとけよ。